こんにちは、授業準備 TV の梅子です。厳しい暑さが続く夏、屋外はもちろん屋内でも熱中症に対する適切な予防が必要です。熱中症にならないためにはどのようなことに注意する必要があるのか、適切な応急処置や予防法を知りたいといった先生方に向けて、今回は熱中症の正しい知識と予防に役立つアイテムをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。まずは熱中症についての知識を身につけましょう。熱中症とは暑さが原因で起こる脱水症状の一つです。熱中症といっても様々な症状があり、それぞれ対処方法も変わります。ここからは熱中症を4つの症状に分けて解説していきます。1. 熱疲労。暑さが原因で大量の汗をかき、水分補給をしても脱水が回復しない状態です。運動中に起こることが多く、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などの症状が現れます。応急処置としては、涼しい場所で衣服を緩めて寝かせ、足を高くし、マッサージし、冷えたスポーツドリンクや経口補水液を補給します。吐き気などで水分補給が難しい場合は、病院での点滴が必要です。 2. 熱痙攣。大量の汗をかいた後に水だけを補給し、体内の塩分濃度が下がることで筋肉が痙攣を起こす状態です。痙攣により足や腕、腹部に痛みが現れます。体内のナトリウム濃度を回復するために、生理食塩水や経口補水液の補給が必要になります。 3. 熱失神。暑さで血管が急に拡張して血圧が下がり、脳への血流が減少することで起こります。めまいや失神、顔面蒼白、唇のしびれ、早くて弱い脈拍、血圧の低下などの症状が現れ、運動後になりやすいと言われています。水分とナトリウムの補給や、足を高くして血液を脳に送り、体内の熱を冷ます処置が必要です。 4. 熱射病。熱中症のうちの一つですが、熱射病は体温が40度以上に急上昇する重篤な状態で、意識障害や臓器障害が発生し、命に関わることもあります。意識がないなどの症状が現れた場合は、救急車をすぐに呼ぶことが重要です。すぐにできる処置としては、足を高くして血液を体の中心に戻し、頭や首、脇の下などを冷やすことなどがあります。熱中症は後遺症を残すことも、命に関わることもあります。しかし、実際に子どもたちが熱中症と疑われる症状を訴えたり、倒れてしまった時にどの症状が出ているのかと、とっさに判断することは難しいですよね。そのため、重篤ではないから大丈夫だろうと考えずに、養護の先生に指示を仰ぐ、病院に連れて行く、救急車を呼ぶなどの対応を落ち着いて迅速にすることが大切です。次に、熱中症の予防についてです。熱中症の予防の基本は、正しい水分補給です。水分補給には、水やお茶だけではなく、塩分や糖分も必要です。運動時にはこまめな水分を補給し、同時にナトリウムやカリウムなどの電解質も摂取しましょう。スポーツドリンクには、ナトリウムなどの電解質よりも糖質が多く含まれており、飲みやすく予防に適しています。経口補水液は、脱水状態において不足している電解質を補うために、スポーツドリンクよりも電解質濃度が高くなっています。こちらは脱水症状の際に効果的です。子どもたちの脱水症状を防ぐために、運動中の水分補給を徹底することはとても重要です。また、その場での水分補給だけではなく、日頃の食事や睡眠も大切です。子どもたちに生活習慣について呼びかけるとともに、日々の健康観察にも気を配っていきましょう。また、別の投稿者の先生は、熱中症対策グッズとして、環境管理温湿度計を取り入れているそうです。熱中症は猛暑の中でのみ発症する症状ではありませんが、このように気温や湿度を目に見える形にしておくことで、先生も子どもたちも熱中症予防に意識を向けることができそうですね。いかがでしたでしょうか。今回は熱中症の正しい知識と予防に役立つアイテムをご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。
それではまた明日お会いしましょう。